気の利く娘たちだこと。はいどうも、皆さんこんにちは、のいちです。ということで、本日はですね、泣き目の声優予想をやっていこうかなと思うんですけども、まあ、本日もですね、いつも通り5人声優予想をやっていこうかなと思うんですけども、今回もランキング形式で発表していきます。ということで、今回ですね、泣き目の声優予想をしていくにあたってですね、なんと結構ダキと被ってしまいましたね。まあ、なんかセクシーさっていうところで近い部分があったんだと思いますね。ということで、早速やっていきましょう。第5位は、日笠陽子。お前が私の同居人だというのか。どういうつもりだ、どういうつもりだと聞いている。はい、ということでね、この方が演じたキャラはですね、働く魔王様のユサ・エミだったり、モンストのね、ルシファーなんかをね、演じております。ということでですね、この方はですね、まあダキの時にも言ったんですけど、まあやっぱ地声から溢れ出るセクシー感っていうのはやっぱり強いのかなと思いまして選ばせていただきました。またですね、こう結構いろんなキャラを演じてるということでですね、まあヒカサさん来るんじゃないかなと思っております。ということで第4位いきましょう。第4位は伊藤静香。何の実績も持たないあなたの賭けは信用できません。はい、ということでですね、この方が演じたキャラはですね、クレヨンしんちゃんの七子お姉さんだったりとか、ゆるキャンの鳥羽先生なんかをね、演じております。ということでね、この方を選んだ理由なんですけども、まあ、この方もですね、まあ、やっぱりセクシー感あふれる声ということで選ばせていただきました。でね、この方の方がもうちょっとなんか無口なキャラクターを演じてるというか、まあ、そういう雰囲気のあるような声優さんなので、まあ、第4位とさせていただきました。ということでね、第3位行きましょう。第3位は林原めぐみ。人を支えるにはまず自分が強くなければダメなのよ。碇くんと一緒にいるとポカポカする。はい、ということでね、この方が演じてキャラはですね、エヴァンゲリオンの綾波レイだったりとか、ポケットモンスターの武蔵なんかを演じております。ということでですね、この方はですね、もう素晴らしい大物声優さんですよ。まさに僕は綾波レイなんかをね、想像して今回選ばせていただいたんですけども、まあ、無口なキャラだけど、まあ、セクシーで、なんかこうミステリアスな印象を与えられる声優さんだよねっていうことで選ばせていただきました。ということでね、林原めぐみさんは、まあ、ダキの方でも予想したんですけども、まあ、どっちで来てもおかしくないんじゃないかなと思っております。ということで第2位行きましょう。第2位は、沢城みゆき。私たちは、魂の友です。はい、ということでね、この方が演じたキャラはですね、SAO のシノンだったりとか、ルパン三世のね、峰不二子なんかをね、演じております。ということで、この方はですね、ダキの声優予想ランキングではナンバーワンだったんですけども、泣き目の声優予想では第2位となりました。まあやっぱり沢城さんはですね、もう本当にセクシーだよねっていう。さっきからめちゃくちゃセクシーって言葉使ってるけど、いやどっちに来てもおかしくないんじゃないかなと思っておりますね。なんか泣き目の顔を想像した時に、ものすごく沢城さんの声が浮かんでくるんですよね。まあそれで第2位にさせていただいたんですけども、まあちょっとですね、ここまで来ちゃうとちょっとセクシーすぎるんじゃないかと、いうことで、第2位にさせていただきました。まあ、僕としてはですね、沢城さんはダキの方で来るんじゃないかなと思っているので、まあ、2位にさせていただいたということですね。ということで、第1位いっちゃいましょう。第1位は、井上菊子。互いの言い分は分かった。片や一方は理屈に及ばぬようだ。だが、我が意は決したぞ。ハイゼンベルク、この男お前に委ねよう。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、クラナドの古川さなえだったりとかね、働く細胞のマクロファージなんかをね演じております。ということですね、まあ井上さんはですね、もう30年以上前からアニメ声優を担当している大ベテランなんですよ。でまあ鬼滅の刃といえば、まあ豪華声優をね使うことで結構有名なんですけども、まあやっぱり上限の鬼っていうことで、まあ大物声優使うんじゃないかなと思ってます。またですね、こう井上さんはですね、ミステリアスなこう印象だったりとか、若干こうねおかしな女キャラを演じるのに慣れてるんじゃないかなと思って選ばせていただきました。まあやっぱり井上さんの声を聞く
くと、まあ、泣き目ぴったしなんじゃないかなと思ってしまいますね。ということで皆さんいかがだったでしょうか。皆さんは井上さん来ると思いますか。僕はものすごく来ると思ってるんですけど、ということでですね、皆さんのね予想なんかもね、ぜひぜひ、コメント欄によろしくお願いいたします。ということで、この動画が良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。はい、ということでですね、今日も雑談やっていこうかなと思うんですけども、今日はですね、東京リベンジャーズが面白いよということで、東京リベンジャーズのね、お話をしていこうかなと思うんですけども、最近始まったアニメなんですけど、まあ、なんかね、漫画原作がマガジンでものすごく人気が出てるみたいでね、まあ、僕は原作読んだことなくて、まあ、アニメで見始めたっていう感じなんですけど、まあ、なんかね、話数を踏んでいくことに、徐々にこう面白くなっていく感じっていうのが、なんか良かったですね。で、こうアニメはですね、ものすごく丁寧に作られてる、まあ、感じがして、なんかすごくいいですね。あとですね、この東京リベンジャーズの主題歌がヒゲダンが担当してるんですけども、その曲にね俺ハマりすぎて、最近なんかオープニングを本当に1日に1回ぐらい聴いちゃうぐらい、なんか歌も作り込まれてますね。まあ、今後どんどん話数を踏むごとにどんどん面白くなっていくと多分思うんですよね。だから、まあ、皆さんぜひぜひ東京リベンジャーズ見てほしいかななんてね思いますね。まあ、なんか昔ね、僕の視聴者になんか生放送してる時に東京リベンジャーズ面白いよって何回もおすすめされてたんですけど、まあ、結局ですね、まあ、その時は、見ずにいたんですけど、まあ、見てね、まあ、やっぱ面白かったなっていう感じで、勧めてくれた視聴者の方にも本当にありがとうございますと、いうことでね、皆さんもぜひぜひね、東京リベンジャーズね、ネットフリとかでも配信されてるんでね、見てみてください。